ゆうた、ひげが、友達とファミレス行った時リブロースステーキ頼む家庭はストーブ出すの早い山野コンノートですということで、タイトル見ていただきました。女性の方は見ないでください。今回、男性限定の動画になってます。お願いします。見ないでください。マジで見ないで、やめるなら今だぞ。もう本当にダメで、こんだけ止めてるのにまだ見てるのがまずおかしい。え、今見てる。いや、やめるタイミング一回あげる。ここでせーのでみんな違う、違う、せーの。ちょっと待って、グッチの香水塗りにする。まだ見てる。なんだろうな。すいません、本当にいつもね、多分てんてん、女性の方は見ないでくださいぐらいで終わらせてると思うんですけど、こんだけ言ってるってことはマジですよ。男の人が見て、おい、なんだよこいつらなってればめっちゃいい。そうだ、プレミア公開とかで今女性のコメントあったら、これは怖い。今コメントしてる人、頭大丈夫ですか？言い過ぎてないぞ、今回に関して。今回に関して。ここまで言ってんだから。本当に。じゃあいい？もう大丈夫か？これ見てない。さすがにな。ちょっとじゃあ、俺から冒頭話させていただきます。すいません、見てるね。見てる。見てんだよ、これ。ここでもう、母ちゃん見てる。母ちゃん！ガチで頼む！ガチでな。俺ね、母ちゃんだったらね、今、横で見てる。隣で見始めたら、マジで、コーラス。アイスブロックウェイジ。ブロックにしちゃう。それで言えば誰でもできんやん。やってみ。アイスブロックエイジ。いや、動いてる。氷に行くとき、こう行くからね。持ってかれたんだ。やばい。おい、笑うな。家族が見てるのもまずい。まずい。家族と女性の方は本当に見ない。じゃあ家族だったらもう家から一発で追い出される。確かに。一発退場だよね。これね、マジ見ないのしてんね。これ、仮の画面のエロい。めっちゃカットしてるから、ここしかない。最初に送っていけない振り方、これ二つあって、一つは全てためごとくること。よし、そう、話せる。そうだね。それ大丈夫。なんかさ、最近ね、まあこう、街に出ることも。はい、あります、あります。マジか。いや、マジか。これ喧嘩っすよ、マジで。ここまで言って、ここまで言って見てるのは喧嘩だね。ちょっと、ガムが悪い。うん、そういう意味じゃん。あら、呆れちゃったわ。母ちゃん見てるわ。母ちゃん、頭大丈夫ですか？釣りでもなんでもない。俺らマジで女性に見られたくない会話を男の人と共有したいっていう動画作りたい、たまには。今日お祭りだ。お祭り、男祭りがさ、この動画を作ろうってなったきっかけもさ、あったわけじゃないですか。あった。この間の暴露ジェンがね、はいはい、いろいろこう僕たちのね、まあいろいろなちょっとピンクな部分までちょっと暴露したのかな。なんか帰ってきた時に、え、好きな人と遊んできたの？な、何を言うとるって言って、そしたらお母さんびっくりしちゃって、アイスエイジになってた。あ、マジ。それ言葉だけです。あっちゃんが編集で入れてくれた、あの家族は見ないでねじゃ、弱かったら今日めっちゃ言ってるんですよ。親にも言われたよ、ヤマトバレないように布団かぶって横でやってるとか。だからそういうのもあっちゃんのあれじゃ足りなかった。だから俺らが念には念をしてるけど、もうそれいいんや。女性よりバイビーだけしてる。あ、そうなんだ。あの女性の方、まだもし本当にいないと思うんですけど、うん、見てるっていう方はここで一旦ちょっとバイビー。また次の動画でね、はい、明日すぐ上がるので、すいません。じゃあ女性の方、バイビー。おやすみ。よいしょ。どうも。あの先週の話なんだけど、はい、あのほら、あのなんていうんだっけ、表、唾飲む音聞こえてんだ。ドキドキしてんでしょ、女の子。まだ見てる子、唾飲んでたし。唾バレてる。呼吸飲んでた今。呼吸飲んでた。いよいよ始まるんだみたいになってて、聞こえてたから。簡単に特定されるぞ。俺らの鼓膜舐めるなよ。見ちゃいけないものを見たい。この気持ち中学生で置いてこいや。学生生活で置いてこいや。俺らやっぱさ、あのすごい得意としてることがあるよね。はいはい。相手が言うことを聞いてくれないって、これ言うたら知ってるから。できるでしょ。頼む。なんかある。俺一個必殺技に取っといたことがある。じゃあこれ一つだけある。これ言っていい？これ言う。何？これ説得する。え、説得が一番ヤバくない？説得が一番ヤバいな。結局ヤバい。これ最後ライなんかラインみたいな。説得すんの？そう、説得が一番いいから。そうだよね、うん、俺らがこんなにねバカみたいに言ってて、こんなに怒鳴ってまで言ってんのに、うん、いや私は見るよって言って横目でこうやって見て、横目でどうぞ。来た。目ずっとこっち向いちゃう。それあれランドール説得。これはいけた。マジ。じゃあちょっと俺話ここぞと。オッケーオッケー。もういないな。よし、腕振るぞ。なんかさ、なんか一昨日の夜か、車をねちょっとドライブして、うん、ガチ小児見てるやん。小児が見てる。誰が見てるか分かる。名前、え、名前、名前、名前、名字はマクビシン。マクビシン、うん、マクビシンが名字だ。え、すごい。マクビシンっつったらお前あれだろ、その電信柱。だ、それハクビシンの話だ。電信柱にこいつ予測して、電線まで行ってなかった。仮にマクビシンさんっていう人がいたとして、うん、下の名前何でしょう。下の名前でしょ、うん、マクビシン、マクビ
マクビシン、マクビ、うん、どういう字なの？マクビシンは、マクの字は、マク、あのマク、もうマク、もう、そのマク、あ、そのマクか。で、ビは美、美しい、シンは新しい。お、いい、マクビシン。マクビは、マクビは、あの、巨根って書いてマク、マクビ。え、女？え、女性？じゃあ、当て字がすごかった。当て字、マクビシンの形なんです。そういうことね。まあ、だから今のとかもね、ほんとお祭りとか、うん、だからもう命保証しないよって言われてるバンジー飛んでるんですから。だからそう、本当にすごいぞ。まあ、度胸に拍手します。ありがとうございます。すごい。ユーマンだ。あるエピソードあんの？あるある。なんか、あるし男の人と共有していこうよ。この間さ、うん、バッティングセンター行ったよ。おぉ、いいやん。女の子と。おぉ、バッティングフォームとかさ、教えてあげたりして。いや、違う違う違う。いや、もうちょっと前でやめろ。もう一回振ってわ。じゃあ行くよ。これ俺めっちゃうまい。はい、なかったです、うん、じゃあこれさ、いくよ。これさ、ユーマとかさ、なんか最近はあんの？あるよ、それもちろんあるよ。何？バー。あ、バー。バーに西麻布。うわー、あんだ。二人で行った。すごい。二人でね、うん、もうちょっと、あっ、ね、ネタクソすぎ。ちょ、お前ちょ、ズボン急いであげたみたいな。じゃあちょっと、ユーマ話せなかったな、見られてたから。まあ、でもほぼほぼもう見てる人いないんじゃない？あ、いなくなったわ。あ、マジ？うん。おっしゃ、あっちゃう。お前の熱いエロエピソード聞かせてやれ。俺ね、あのね、ローソン。ローソン？え？女の子いる。女の子いる。いないよ。鼻息がすごい。鼻息がすごい。おわー、ブゲリいじめんねー。おい、うまこ。なんだっけな、苗字。多分ね、苗字思い出して。ジブラダウマコっていう。ジブラダウマコ。奥さんとじゃなくて。女版？こうやって見てる。じゃあそんなお前、合法的なトブラさん進めるときのジブラさんのノリじゃん。あ、けど分かった。これらが映ってるからまだ見てる。一回開けよう。で、ちょっと待っとう。確かに開けよう。それ、どう？ここ見なくなる。マジで見ない。俺らがきついの、これ男の人いなくなっちゃう。男の人すいませんね。すいません、ちょっと待たしちゃって。今日は楽しい会にしましょうね。いい感じかな。いい感じ。いい感じ。もう多分10人とかじゃん。あ、全然いるわ、多分。変態！ちょっといい、俺に任せてくんない？ OK、じゃあこういう時は俺の出番。出番し、うん、できる。真面目に話させてもらう。ここでやっぱ真面目な感じを出して本気で俺が説得しに行く、うん、今回ですね、僕たちがこういう動画を撮ろうと思った経緯についてまず説明していきたいと思います。先日のね、マクロジェンがね、多大なる、女性の方がね、精神的ダメージを負ったということで、僕たちとしてもすごい反省しております。でもね、やっぱ男の子のリスナーからね、面白かったとか、なんか親近感が湧いたとかね、そういう男のノリみたいなものが僕たちのものが伝わって、すごいなんか嬉しかったんですよね。だからそこの意味を含めて、男性視聴者と僕たちは近いんだぞっていう、という YouTuber なんだぞという部分もリスナーの人たちとね、共有していきたい。でも女性の人たちを傷つけることはしたくない、そういう意味でこういう動画を撮っています。なので本当に見るのをやめてください。お願いします。すごい、これすごい。これはやめたんじゃない？おー、めっちゃ見てる。おー、めっちゃ戻ってきて、真面目な感じでしたらめっちゃ戻ってきて、めっちゃ戻ってきて。ちょっとさ、うん、もうすべがなくない？何できるの？孤独っていうものがね、効かないのはなかなかないから。そう、説得効かないとしたらもうあれしかない。マジで言っていい？俺が今まで生きてきた中では説得で十分だったから。確かに確かに。言っていい？もしね、ほんとごめんね、うん、これ言うわ。言います。さらに説得する。エッグ。それは納得。さらに説得していくって。そう、それさ、さらに説得するって言って今、まあ大半の人が見ないだろうけど、まだ見ててさ、うん、例えば聞いてる人もいたかもしれない、うん、どうする？エアポッツボス風呂でトイレに置いて聞いてた。あ、なるほど。やばくない？遠隔ワイヤレス視聴。これもさらに説得でいく。なんだな。ゆうた、もう一回いける？説得？なんか言う。いや、もう俺さすがに心きついな。誰かいけるやついねえよ。言うのか、おら。え、ガチか。こいつマジで天才。俺にやらして。え、できる？できる。今これ見てるわけじゃん、まあ、こんなに言ってるのに、もう携帯を裏にして、もうもはや流してるだけ。なるほどね。聞いてない。これもうこの変態マゾブタ、このままムチでひたたいてクリスマス感謝祭りで出してやろうか。これ死に滅裂変態セット。死にだけに滅裂だし。はい、もうこれはだいぶいいんじゃない？これはだいぶいいよ。結構すごいよ。疲れたね。よかった、うん、頑張ったわ。ちなみにラスト1個しか話せない、うん、誰か1人が、まあ、どでも早いもん勝ちじゃね。もうヒューがいっちゃう。ヒューがいっちゃう。俺にこれね。どうしよう。じゃあマジでいい？マジでいい？これ実際マジで話すこと一切ない。ごめんなさい。動画のネタが思いつかない。すいません。これごめんなさい。何撮る？何撮る？誰も思いつかない。ダメだ。
失礼な発言、本当に誠にすいませんでした。暴言吐いてごめん母ちゃん。でもさ、俺これ挽回できるんだよ。とんでもない爆弾みたいな告知を持ってきてる。え？頭で言え。はい、ということでですね、1月の18日、僕たちね、チャンネル登録者10万…え？お前スラスラ喋んね。どのテンションでいけると思ってんのか。あんな見ないでとか呆れたとかいろんなこと失礼なこと述べてー。だからやっぱ情報がいっぱいあるからスッスいく。なるほどね。1月の18日、僕たちチャンネル登録者10万人記念オフ会やりたいと思います。場所がですね、池袋のハココログラフィカというね会場を抑えていますので、そこでやっていきたいと思います。これね、詳細の方ね、料金とか、まあ、例えば、まあ、締め切りとか振り込みとかそういうことはあの全部あのインスタグラムの方でねまとめた情報を発信しているので、ぜひそちらの方チェックよろしくお願いします。あの、ね、この度ねめちゃくちゃ楽しいオフ会を作っていきたいなと思うので、古参をなられるのはここまでかもしれないというコンセプトのオフ会にしていきたいと思います。ということでね、皆さんぜひ来ていただければなと思います。ぜひよろしくお願いします。お願いします。これ何人見てたんだろう。15人と思います。